日本の伝統的な牛乳瓶と蓋。このタイプのパッケージは急速に姿を消しつつある。欧米では標準的な大型瓶トムとジェリーにもしばしば登場する地域によってはプラスチックボトルも流通している日本では、口実するようにプラスチックボトルは法制度上で想定されていない。牛乳瓶とは牛乳を販売するために用いるガラス製の容器。 瓶自体と口の寸法は牛乳瓶とは異なるが、かつては製造メーカーや販売、配達ルートが同じヨーグルトや乳酸菌飲料も瓶入りで販売されていた。牛乳をはじめ、それを原料とするコーヒー牛乳やフルーツ牛乳の容器として用いられる。この容器は回収されて再利用される。以前は学校給食用、宅配用の牛乳に広く用いられてきたが、 大手牛乳メーカーの河川化や販売チャンネルの変化、運搬の容易さなどから、多くは、紙パックに置き換わった。しかし、紙パックの紙臭さを嫌い、瓶入り牛乳を愛用する者も,も少なからずいる。鉄道駅などのミルクスタンドでは、湯煎で加熱して販売することもあるためか、現在でも、瓶入り牛乳が売られているところも多い。牛乳は、栄養価が高い反面、 雑菌が繁殖して腐敗するなどの衛生面の問題が発生しやすい。このため衛生的にこの飲料を輸送し、消費者の手元に届けるため、洗浄して再利用するガラス製の牛乳瓶と使い捨てとなる紙パックが利用されている。日本において牛乳の販売は明治時代に入って大量失業した武士の最終食口として注目され、 この頃より大衆が牛乳を口にする機会が増えたが、この当初は桶を担いだ牛乳売りから各家庭にある容器に秘釈で測り売るというものだった。このため衛生面にしばしば問題も出たため、1889年に制定された牛乳作取規則によって牛乳瓶に入れて販売するようになった。このガラス瓶は繰り返し洗浄して利用された。1900年には、 牛乳営業取り締まり規則が定められ、一部の牛乳は瓶ごと高温の水蒸気で加熱して、殺菌する高温殺菌法を利用するようになり、腐敗牛乳による集団食中毒が社会問題化した後の1933年には殺菌処理が義務化された。当初は主に低温殺菌法で瓶ごと優先して殺菌するため、 牛乳瓶は加熱殺菌工程に耐えられる強度が求められた。その後、加熱殺菌工程は瓶詰め前に行われるようになったが、リユース上の耐久性を担保するために、長らく肉厚のガラス瓶が利用されてきた。しかし、近年、樹脂コーティングの強化により薄型、軽量化を実現した牛乳瓶が大手乳業に相次いで採用されている。さらに、 大手メーカーだけでなく、瓶入り牛乳類を販売している、地場メーカーでも同様の新型瓶に切り替えが進められており、冒頭の画像のような牛乳瓶は急速に姿を消しつつある。明治時代から昭和初期頃までは、細口の瓶に王冠やコルク栓または機械税を用いて風刊されていたが、戦前引く戦後にかけて、現在のような視線が全国的に普及した。 牛乳栓抜き。ともえ乳業牛乳博物館所蔵。牛乳瓶の紙蓋には、海鮮のための専用器具が存在し、紙蓋取りあるいは牛乳栓抜きなどと呼ばれる。ただし、地域によっては、視線自体にアイスクリームカップの蓋のようなつまみを装備した耳つきキャップも流通していた。昭和30年代、40年代には、 取っ手用のビニールテープを巻き付けステープラーで固定した視線も存在しており、この場合は当然視線の裏側、牛乳と接する部分へ、金属の針が露出し、内部の空気や牛乳と接触することになる。瓶の口は全体に掛け紙やポリフードをかぶせて保護していたが、前述の新型瓶の導入に伴い、近年はプラスチック製のはめ込み式キャップも増えてきている。紙製の蓋は、 メ子遊びに用いられたり、商品名や成分、殺菌温度、製造者名、住所などの食品衛生法で規定された表示項目が記載され、各社や商品ごとのデザインなどの違いもあることから、収集対象となることがある。プラスチック製キャップでは何も記載されないか、賞味期限だけが印字されるのみで、紙キャップに記載された各種表示項目は、 ビニールのシュリンク部分に印刷されている。2007年3月には食品安全委員会が適切な条件下で管理される限り十分な安全性を確保しているとペットボトルの食品健康影響評価を厚生労働省に提出した。同年10月に土及び乳製品の成分規格等に関する省令が改正されペットボトル入り牛乳の販売が認められたが 業界関係者より風乳システム導入コストや消費者からの衛生面での懸念を理由に2015年現在国内で販売する事業者はいない。日本で市販される牛乳は明治時代から大正時代の頃までは 90ml、昭和初期から昭和45年頃までは 180ml の容量が主流で昭和45年以降は 200ml の瓶が中心となった。 一号瓶から2 0トル増量したきっかけは、厚生省が学校給食用牛乳の標準容量を2 0 0トルに策定したことによる。その他、宅配用や土産用には7 2 0トルから 1L 入りの大瓶が存在する。また、海外には約 3.8L 入りのガロン瓶のものもある。ありがとうございます。